はい、皆様どうも、マフロです。はい、それでは、桐姫スイーツ、やっていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりにテクニカルステージの続きをやっていこうと思います。はい、ちょっとイベントの方が落ち着きましたのでね。はい、コンペイトーの1はやってたので、2の途中からになりますね。はい、こちらからやっていこうと思います。どうなんだろう、プラチナは出ないよね、きっとね。ノーマルステージじゃね。はい、でもガノンさんが、おられますので、ガノンさん使わせてもらいましょう。どんなステージか全然覚えてねえけどな。コンペイト、あー、障害物多いところかな。まあいつも通り。悪魔使いさんで様子を見ながら歩くんでフォロー。あ、そっちに行っちゃう。ほうほう。あー、でも敵チョキ多いのね。悪魔使いさんあれだな、相性悪いね。まあそれでも使うけど、まあ、R くんは相性いいね。グーだから。なんか落ちてきたよ。わあ、チョキばっかだな。じゃあ、剣士は兵士か、ガノンさんで。強いなあ。いいな、主人公。強いのは。俺、レベルにしては攻撃力異常に弱いんですよね。なんでだろうか。なんか育て方とかあったのかな。レベルの上げ方がまずかったとか。お、乱入か。ジャイアンボイス。じゃあカノンさんにあっさりやっつけてもらいましょうか。おお、相性悪いのに一撃だね。いいね、いいね。プレチケ欲しいな。テクニカルステージは5だけですよね、確か。あ、5というか最終だけですよね、もらえるのね。じゃあ今回スロット回せないかもな。激しくフレンドチケットをプレチケに変えたい。さあ行きましょう。次はどうしようかな。流星さん、じゃあ使わせてもらいましょうか。ちょっとね、もうフレンドの方が、コメントいただいてなった方がちょっと増えすぎましてね、もし見逃してたら申し訳ありません。その時はコメントでアピールしてもらえれば嬉しいです。できるだけ覚えてる限りは使わせてもらいますけども、
普段よくコメントしてくれる方はね、よく覚えてるんですけど、すいません、お願いします。やっぱりでもね、こうやってケリ姫やってて出てくるフレと出てこないフレが極端なんでね、多分やってる時間とか関係あると思うんですよね。ほんまに全然見ないフレいっぱいいますからね。まあ自分が夜勤がメインなので昼間やってること多いのでね、変則っちゃ変則ですけども、よし、じゃあここ最後ですな、行きましょう。どうしましょうか、プラチナ出ないと思うけども、せっかくだからプラチナの方から使わせてもらいましょうか。あとですね、もうそろそろフレンドの方が、いっぱいになってきておりますので、フレンドの方ですね、長い間ログインしてない人はもしかしたら、削除の対象になってしまうかもしれません。やってる、今現在やってる人をね、メインで使わせてもらいたいと思いますので、もしやってない方がいらしたら削除してしまうかもしれません。すいません、その辺は。もしまだやってるよって、もし、あれ消されたかなと思って、まだやってるよっていう人がいれば、またコメントの方によろしくお願いします。できるだけね、消したくはないんですけどね、もう新しい人も結構なってくださいっていう方もいますし、消していかないとね、新しい人追加できないのでね、その辺はご了承ください。まあそれでももう消しきれないようになったら、もう募集の方を、募集はまあしてないんですけども、もうフレンドは受け付けませんということにするかもしれませんけども、もっと上限増やしてほしいんだけどな、俺的にはな、無限にしてほしいな。150って少ないですよね。まあ、それでもまあ初期よりは50増えたわけですけど、よし、プレチケプレチケ、
じゃあ上から使わせてもらいましょうか。船の方たちを。だんだん障害物が増えてきよったな。やだね。あ、当たってね。失敗。お、よかった。若干重くなってきたな。だけで多分無理だな。ジョニー落としとくか。お、ど真ん中。来たな、ジャイアン。あ、あともう一つですね、YouTube の方でコメントいただいて、フレンド申請された方は認証できるんですけども、毎日ね結構な数のフレンド認証来てるんですけども、コメントいただいてない方は認証しておりません、これはご了承ください。ちょっとそこまでチェックしてる余裕もないですしね、申し訳ありませんが。じゃあユアさん使わせてもらいましょう。どう考えたってあと10ステージは無理だよな。10ステージ行ければチケット貯まりそうだけど。テクニカルステージもうちょっとプレチケ欲しいですよね。最初もらえてたのに修正されたからな、それが痛いよな。あれ飛ばなかった、なんで。なんかスカった。まあ結果オーライか。あれ、アル君最近なんか反対に打つな。なんでだろう。このステージだけかな。
敵に向かってあれ撃ってほしいんだけどな。柱に向かって撃ってんのかな。これ当たらねえな。お、ギリギリ当たったけど倒せなかった。あ、しびれとる。この物陰、障害物があるときはジョニーさんの方が使いやすいよな。ちなみに今日木曜日でして、なんかホームページにはあれですよね、公式ホームページには7月から順次なんか新しいことがあるみたいなこと書いてたんですけど、そうなると金曜日、明日何か発表されるかな。だいたい金曜日か月曜日ですよね、アップデートってね。ちょっと楽しみだったり。まあ今のフェイトコラボがね、まだ期間残ってるからどうなんでしょうか。新しいことまだないかな。さあどんどん行きましょうか。サクさん使わせてもらいましょう。障害物邪魔やな。また反対に撃ってくれるか。やっぱりもうその柱はええよ。柱攻撃してもどうにもならん。アル君もうちょっと攻撃力欲しいな。超人さんならあそこに滑り込ませれるか。よし、いい感じ。サクサク行こう。ちょっと低いか。あ、でもいける。おーし、なんか新しいアイテム欲しいよな。もうアクセサリーいっぱいなんだけど、あ、いっぱいというか鍛えるもんないんだけど、アクセサリーくれないかな。ないか。ニューアイテム欲しい。
ヒロさん使わせてもらいましょう。プレチケ無理そうです、すいませんね。あ、回したかったけどな。今回は見せ場なさそうです。単調で終わりそうだな。まあどっちにしろね、いつかはやらなきゃいけませんからね、テクニカルステージもね。じゃないとエキストラが出てこないから、もし実装されても。あー、真ん中に行っちゃった。レベルももっと上げたいよな。なかなかやる時間がないんですけども。やられてる。だんだん敵が耐えるようになってきたな。あ、そう言ってたら終わった。実は船の人で速攻倒しちゃおう。重くなってきたな。落ちるなよ頼むからね、この前みたいにね。さあ、時間的にここは最後になりそうですか。それではやっていきましょう。父ちゃんさん使わせてもらいます。313か、結構レベル高いっすよね。これババロワのテクニカルステージとか結構高いんじゃないかな。じゃあ
コンペイトーでこんだけど。あ、まあ、ただ。タップスキルがたまに発動しないのはなぜだ。まあ確かにスマホは腐ってるけど。でもアル君だけ発動しないっていうのはなぜだ。あ、しまった。当たってねー。粘るなぁ。なんかこいつら腹立つな。こいつらに何回落とされたか、本当にね、つっつかれてね。タコステージで。そういえばあれから乱入がねえっすな。父ちゃんさんファイト。不利な属性だった。倒しきれなかった。お、なんかピンクのボックスを落としましたよ。剣士もあんまもらえないんだな。お、ニューアイテム来た。おお、ヤリゴロウフィギュア。あいつヤリゴロウっていうの。お、おお、いいね、おしゃれグッズも。よしよし、これで帰れるわ。はい、それでは今回はここで終わっておきます。はい、ですね、フェイトのコラボがね、まだある期間がいくらでしたっけ。あと8日ありますからね。もしかしたら明日の金曜日イベント追加されなければ、また、次回もテクニカルステージをまったりやるかもしれません。状況によって変わると思います。よろしくお願いします。では次回もよろしくお願いします。ではさようなら。